お前がママに叩かれたのはダメ嫁だからだぞ。ちゃんと反省しろよ。まだほっぺが痛い。いきなりビンタするなんてひどいわ。全部お前が悪いんだからな。嫁が暴力振るわれたのになんでお母さんの味方するの？黙れ。この家ではママの言うことが絶対なんだよ。家事もろくにできねえやつが口答えすんな。でも私妊娠してるんだよ。座りが辛くて起きるのさやっとなの。だからそれなのに床に髪の毛一本落ちてたくらいで叩くなんてあんまりよ。ひどいのはお前だろ。もしその髪の毛でママが滑って転んだらどうすんだ。そんなバナナの皮じゃあるまいし。ねえ、考えてたことがあるの。あ？もう同居やめたい。何を言い出すかと思えば、お前も同居できて嬉しいって言ってたじゃねえか。前まではお母さんも優しかったから。今も変わらんだろ。先週お父さんが単身赴任で家を出てから急に態度が変わったじゃない。どこがだ。家事は全部私に丸投げで、気に食わなかったらすぐ怒鳴る。陽介だって私に対して冷たくなったよね。それは愛の無知ってわかれよ。私が吐き気を抑えながら作った料理を食べずに捨てることが。それは仕方ない。お前が作る料理は豚の餌の匂いがするってママが言ってたからな。そんなに私の料理が嫌いなら自分たちで用意すればいいじゃない。それじゃあお前のためにならんだろ。ママは身を挺して立派な嫁になるように育ててやってんの。そもそも私は切迫早産で、お医者さんから安静にするように言われてるのよ。だからお前は早めに産休に入ってずっと家にいるじゃねえか。家事だって労働よ。本当はほとんど寝たきりで過ごさないといけないくらいなんだから。そんなの許されるわけない。妊娠は病気じゃないって兄ちゃんも言ってたぞ。言うわけないでしょ。だったらもう離婚するか。え？そんなにママが嫌いならやっていけないだろ。でも子供も生まれるんだし、同居を解消するだけじゃダメなの？ダメだ。父さんも単身赴任でいないし、ママを一人にはできない。でも。だがその場合、養育費は払わないからな。は？当たり前だろ。お前の都合で離婚するんだから。親の義務なんだから。そんなの関係ないでしょ。うるさい。じゃあ仕事に戻るからよく考えておけよ。俺はお前が別れる選択をしても受け入れるつもりだ。数時間後。陽介に私の悪口言ったんだって？お母さん違います。ただ私への態度が今のままだと困ると相談しただけです。同じじゃない。それよりも私が頼んだ庭の草むしりは終わったの？すみませんが今日はお腹が張ってきつくて休ませてください。ダメに決まってるでしょ。嫁の分際でふざけないで。お母さんも少しは家事を手伝ってくださいよ。今も部屋でテレビを見てるだけですよね。ごちゃごちゃ言ってないでさっさとしないとまた叩くわよ。今度はお腹殴ってやろうか。やめてください。そうやって怒鳴ったり暴力で言うことを聞かそうとするところがもう嫌なんです。一体何が不満なのよ。私ほど優しい姑そうそういないわ。この間までは私もそう思ってました。でも今の私への態度はひどすぎます。それはあんたを教育するためよ。本当はしつけるたびに心を痛めてるわ。そうは思えませんが。っていうのは建前だけど。え？本当はあんたが大嫌いだからよ。バーカ。思いっきり叩けてすっきりしたわ。そんな。もしかしてショック？私の可愛い息子を取った泥棒豚を好きになるわけないでしょ。でも結婚の挨拶に行った時はいいお嫁さんが来てくれてよかったって言ってくれましたよね。あの時は夫がいたからね。嫁を大切にしろって厳しく言われてたの。だからお父さんが単身赴任でいなくなった途端態度を変えたんですか？その通り。本当に幸運だわ。やっとあんたに息子を奪った仕返しができるんだもの。じゃあ私への態度はこの先も変わらないということですね。それどころか、もっとひどいことしてやるわよ。やばい。
興奮しすぎて尿漏れしちゃった。パッと変えなきゃ。わかりました、じゃあ出ていきます。本当に？あー、ラッキー。私はお腹の子が大切なんです。これ以上ここにいたら危険なので。でもあんた行く場所あるの？親も親戚もいないのよね。なんとか借りられる家を探します。あっそ、だったら陽介と離婚もしなさいよ。それは陽介と話し合って決めるので。ダメよ、今すぐ書きなさい。用紙ならリビングの引き出しにあるから。それくらいできるでしょ。ありましたけど、なんですでに陽介が記入してるんですか？あんたが逆らった時にいつでも離婚できるようにあの子に書かせてたの。わかりました。でもしばらくは家に置いてください。新しく住む場所を探さないといけないので。いいわよ、だから早く書いて、後で取りに行くから。30分後。いきなり家から追い出すなんて約束が違うじゃないですか。離婚届さえ書かせたらもう用なしよ。さっさと消えなさい。蹴って追い出すなんてひどい。お腹を必死に守るから醜いボールみたいだったわ。おかげで蹴りやすかったけどね。まだ住む場所も決まってないんですよ。野宿でもしてれば。ああ、でも今夜の気温はマイナス1度みたいだから死んじゃうかもね。お腹の子が心配なので体に負担がかかることは避けたいんです。知らないわよ、もう陽介と離婚したんだから私たちには何の関係もないの。さっさと親子もろともくたばっちまいなさい。わかりました、もういいです。あっそ、陽介と結婚した時お母さんはとても優しくしてくれて本当に嬉しかったんです。あの頃は陽介も優しくて幸せだった。何よ、思い出話でもするつもり？あれが本当のお母さんなんだと心のどこかでずっと信じてました。だから今までは耐えてきた。仲良しの嫁姑なんて存在しないの。勝手に夢見てんじゃないわよ。もう分かってます、だから覚悟しておいてくださいね。はあ、脅しのつもり？何にも怖くないけど。そのうち分かります、さようなら。1週間後。あんた1週間も無断で家を空けてどうしたわけ？今さら何ですか？嫁なんだから家事しなさい。息子も私も心配してるわよ。は？あなたが追い出したんですよね？そんなの取り消すわ。だから帰ってきてちょうだい。なぜ？都合でも悪くなりました？そのやばいのよ、夫が急に帰ってきてね、嫁を追い出すようなやつとは離婚するって言い出したの。でしょうね。何？知ってたの？なんでお父さんが離婚を切り出したのか分かってます？あなたがいなくなってたからでしょ。陽介とは性格の不一致で離婚して出て行ったって説明しても信じてくれないの。違いますよ、あなたがひどい嫁いびりをしてたからです。でもそれは夫は知らないはずよ。陽介も言うはずがないし。私が言ったに決まってるでしょ。今お父さんと一緒に暮らしてますし。はあ？実はお父さんの単身赴任が決まった時に言われてたんです。もし妻が君にひどい態度を取ったらすぐに連絡してくれって。うっそ、なんでそんなこと？うすうす分かってたそうです。あなたの息子に対する愛情は異常、もしかしたら嫁いびりをしてしまう恐れがあると。私を疑ってたってこと？最初の方はいつか元の優しいお母さんに戻ってくれると信じてたので黙ってました。だけど暴力を振るわれて考えが変わりましたね。そんな、じゃあお父さんは全部知ってるの？そう言ってるじゃないですか。証拠として LINE のやり取りも見せたので、言い訳しても信じてもらえないと思いますよ。ああ、お願い、乙葉さん、戻ってきて。今さら遅いです。あなたが許してくれたって分かったら離婚は考え直してくれると思うの。妊婦の私に暴力振るったことは絶対に許しません。私働いてないのよ、年金もらえるまでまだ10年もあるし、
将来は夫の退職金で世界旅行に行く計画なの。知りませんよ。今からパート先でも探せばいいじゃないですか。この年で働くなんてありえない。お父さんは同じ年で働いてますよね。私には無理なの。夫がいないと本当に困る。二度とひどいことしないから戻ってきて。わかりました。本当に？お母さんが捕まってから戻りますね。はあ？お母さんに蹴られて追い出された時、あれからすごくお腹が痛くなって救急車を呼んだんです。そういえば家の前が騒がしかったわね。本当に危ない状態でした。もう少しで流産になるところだったんです。でも無事だったんでしょ？3日入院してなんとか落ち着いて自宅安静で大丈夫と言われました。じゃあいいじゃない。どこがですか？あなたがしたことは劣気とした傷害罪ですよ。ちょっと大げさ。ボールがあったらつい蹴っちゃうでしょ。条件反射ってやつなの。悪意はなかったわ。そんな言い訳通用するわけないでしょ。通報しますから。でも今まで通報してないってことはただの脅しでしょ。本当はするつもりないのよね。今日という日を待ってたのはいろいろと準備してたからです。どういう意味？じゃあもう一人の悪役に登場してもらいましょうか。一体なんだよ。なんで母さんがいるんだ？陽介は私がひどい目に遭ってるのに全然かばってくれなかったわよね。当然だ。ママはいつでも正しいんだから。本当はそんなこと思ってないでしょ。は？何言ってるの。陽介もこの女が嫁にふさわしくないって思ったから私の味方をしたのよね。違います。陽介は浮気相手と一緒になりたいから賛同したふりをしてただけです。おい、何の話だ。あなた浮気してるわよね。だから私が邪魔になったんでしょ。お母さんが私にひどい仕打ちをしてることに便乗して離婚したかっただけよね。浮気？嘘でしょ。ママ、こんな奴の言うことを信じるな。言い逃れは無駄よ。お父さんが知り合いの探偵さんを紹介してくれたの。やっと証拠が揃ったから二人まとめて制裁することにした。そんな、じゃあせっかく私が陽介にたかるハエを追い払ったのにまた新しい虫がついてるってことなの？そうなりますね。ごめんママ、実は結婚もする予定なんだ。さすがに浮気してるなんて言えなくて。しかも調べたところかなり気の強いギャルでした。お母さん負けちゃうかもしれませんね。でもママは乙葉が嫁として不出来だから追い出したんだよな。新しい彼女は素晴らしい女だからきっと気に入るよ。そんなの関係ない。陽介は私だけのものなの。誰にも渡したくない。どういうことだよ。ママは俺の幸せを願ってるんだよな。当たり前でしょ。でもそれは私の手の中でじゃないと嫌なの。そんな女早く別れなさい。何言ってんだ陽介。その人はあなたを自分だけのものにしたいだけなのよ。嘘だろ。ママがそんな人だったなんて。お願い乙葉さん、戻ってきて。ギャルと結婚するくらいならあなたの方がマシよ。夫にも捨てられたくないの。暴力も謝るから許して。さっきも言いましたが嫌です。もう離婚済みなのにしつこいですよ。安心して、実は離婚届をまだ出してない。はあ？出したって言ってたじゃないか。いつでも出せると思ってまだ持ってたのよ。本当によかった。それなら代わりに私が出しましたよ。は？なんで？私が持ってるのにそんなはずないわ。お父さんが家から取ってきてくれました。だからあなたたちとはすでに他人なんです。嘘でしょ。じゃあ私はどうなるのよ。あなたが想像してる通り警察に捕まってお父さんに捨てられるんじゃないですか。そんなの嫌。ねえ陽介もなんとか言ってよ。母親が犯罪者になるのよ。なんで俺が。自分でなんとかしてよ。彼女との幸せを邪魔されたくないし、ママとは縁を切る。そんな、陽介まで私を見捨てるの。結局陽介もあなたも家族を大事にしてるふりをして自分のことしか考えてないんでしょうね。
もう話は終わりだよな。じゃあ俺は抜けるぞ。待って、あなたには浮気の慰謝料と養育費を請求するわ。え無理だよ、彼女との結婚資金で金なんかない。人を裏切っておいてただで幸せになれるわけない。借金してでも払ってもらうから。もちろん浮気相手にも請求する。やめろよ、そんなことしたら結婚やめるとか言われるかもしれないだろ。だったらあなたが彼女の分も払ってあげたら。だからないんだって。ねえママ、どうせ捕まるなら最後にお金ちょうだいよ。ふざけないで、あんたなんか息子じゃない。はあ、今まで世界で一番大切だって言ってくれてたじゃないか。それはあんたが私だけのものだったからよ。そんなに他の女が大事ならこっちから親子の縁切るわ。ほに、ふざけんなよ。親子喧嘩は後にして。じゃあ言いたいことは言えたし、もうすぐ警察が着くと思うからさようなら。二度と会うことはないでしょうね。ああ待って、お願い許して。借金なんてしたくない、勘弁してくれ。後日談。義母はすぐに捕まり、傷害罪で懲役3年の判決が下りました。その間に義父との離婚も成立したため、出所してきたところで義母を助けてくれる人は誰もいません。これからは大嫌いな労働をしながら一人寂しく生きていくこととなるでしょう。陽介と浮気相手にはそれぞれ慰謝料200万ずつ、さらに陽介には養育費を1000万請求しました。結局借金まみれの陽介は彼女に捨てられたらしく、義父にも縁を切られ、頼みのママは塀の中、毎日酒に溺れ酔った勢いで暴行をし、自身も塀の中に行ったそうです。似た者親子で笑っちゃいました。私は無事出産、早めに子供を保育園に預け仕事をしながらアパートで暮らしています。よく義父が来て子供の世話を手伝ってくれるので本当に助かっています。